こんばんは、平井宏明です。今回はですね、お待たせいたしました、ヘアウェイウッドやっていきたいと思います。何をやるのかというとですね、ヘアウェイウッドの打ち方、特徴とかですね、あとは練習方法などを解説していきたいと思います。平井宏明のワンナップゴルフ。いろいろ僕も YouTube とかたまに見るんですが、っていう理論があったりとかですね、するんですけども、人それぞれなので、それは全然どれを試していただいてもいいんですけども、僕的にないなっていうのもたまにあるので、できれば一番シンプルで一番動きやすい、いいなと思う理論を試していただいた方がいいと思います。ちなみに今回は僕のおすすめする練習方法だったりを紹介するっていう感じでやっていきたいと思います。まずヘアウェイウッドっていうのは、以前もヘアウェイウッドの動画を撮って行った時に、下から打つクラブで一番ロフトに立ってて長いんで、一番難しくて当たり前ですよ、当たんないのは全然不思議じゃないっていうことをお話ししたと思うんですが、本当にそうなんですよ。難しいのであまり高得点を求めないっていうのをすごくおすすめします。打つ場所もすごい限られると思うんですよ。意外とヘアウェイの平らなところを本当メインとして考えてる方も多いんですが、僕はちなみにこういうとこだったり、こういうとこだったり、こういうとこだったり、全然使っちゃう。その理由言っていいですか？優しいクラブを使ってるからなんです。そうだから、どこで打っても同じ当たりをするクラブを使ってるから難しくないんです。そういうクラブ良くないですか？例えば難しいクラブって上げるのも難しいんですよ。で、そもそも当てるのも難しくなっちゃう。そうすると、平らなところでそれだったら、イレギュラーな場所行ったらもっと難しくなるじゃないですか。それを想定内にしてるんで、自分の使いたいスペックよりも2ランク3ランクぐらいダウンしたライトスペックを使ってます。だからすごく優しいんで、素振りなしで今から1球打っても多分ナイスが出ます。ちょっと打ってみましょうか。ノーカッツでいきますね。いい球でしょ。そう、それぐらい優しいクラブを使ってるってだけなんです。そう、打ち手がうまいんじゃなくて、クラブが優しいっていうだけなんで、その辺は自分のクラブセッティングともう一回相談していただいた方がいいと思います。先ほどどんな場面でも使うって言ったんですが、意外とヘアウェイウッドってラフで使う方少ないんですけど、全然ラフから打っていただいた方がいいですよ。その以前ヘアウェイウッドの動画で、最後これだけはやってください、ちょいかぶせ基本ですって言ったのがあるんですけど、ラフからはほんのちょっとかぶせる、これもすごくいいんですよ。要は抜けないし、ちゃんと球をキャッチしてくれるので、球はもちろんラフなんで上がらないですけども、距離を稼ぐ場面でしたら全然ヘアウェイウッドを打っていただいた方がいいです。例えばバンカー越えとか池を越えなきゃいけないとかだったら、もちろん番手を選んでいただいた方がいいんですけども、本当ヘアウェイとラフしかないんだったら、どんどん率先してヘアウェイウッドをラフから打っていただいた方がいいですね。練習方法は、普通に低いティーアップをして、こうやってドライバーと同じように打ってあげる練習なんかはどんどんしていただいた方がいいです。で、無理に下からティーアップしないで打つ練習なんかは、当たらないんだったらやらなくていいと思います。イメージ悪くなっちゃうだけなんで、それは良くないので、できればこうヒットしやすいティーアップで練習していただいた方がいいんですが、僕は絶対イメージとして持ってないのは払い打ち。いや、もう それしかないんじゃない？一番さ、うん、なんていうの、こう確かに確かに、うん、確かにそういうイメージあるよね、ヘアウェイウッド。俺もその最初あった、そういうイメージ。でも全然それだと当たんないし、チョロ出るし、右に低い球出るし、距離が出ない。全部だよね、うん、ヘアウェイウッドのミス。それをなくしたポイントがある、はい、普通のアイアンと同じように打ったら全くなくなった。アイアンと同じ、そうだから、ターフ取るんだったら取っていいし、普通に上から打つ、打ち込むっていう言い方になっちゃうけど、バチンって打ち込む必要はないけど、払いはしない。なぜかっていうと、ヘアウェイウッドって薄いじゃない、
薄くて後ろに長いでしょ。だからすごい空気抵抗がないので、要は飛行機みたいに浮いちゃうで、下から打つクラブで長くて一番軽いから、だから余計浮きやすいのよ。だから払って打ったらこうやってなるわけよ、こうやって。それはちょろ出るのよ。そうで、打ち込みに行って浮くからちょうど当たるのよ。ちょうどいいんだ。そう、ちょうどいい。そうだから払いに行くイメージはゼロ、俺はね。それでヘアウェイウッドが得意になった。だから払いに行ったらチョロは出る。で、20年ぐらい前かなにプロギアからズームっていう、あとはオリマっていうメーカーとか、ロイヤルコレクション、とにかく薄くて優しいですよ、で距離が出ますよっていうヘアウェイウッドがめちゃくちゃ流行ったのよ。それ全部最初に打ったらチョロ出るから、プロが面白いぐらい。そう、それぐらい要は空気抵抗がないからフッて浮くんだよね、払いに行った時点で。そうだから、そういうクラブが使ってるんだったら、めちゃくちゃディープフェースだったらそんな必要ないけど、ほとんどヘアウェイって薄いの。そうだから浮くから、払いに行ったら、ね、本当にチョロが出る。ちょっと払いに打ってみていい？要は横から平行に打つ感じだよね。これ出るから、これ出る。そう、あれ普通にスイングしても払って打ったら出ます。あれが正解、払い打ちの。そうだから、あんなイメージは一切持ってない怖いから、あれ出ちゃったらヘアウェイがベント芝のコースであれやると消える魔球が打てるんだよ。どういうことだヘアウェイとベントって要は下が柔らかいのよ。そう、それであれってボールの頭打つからボール一回沈むのよ。で、下が柔らかいから下にボールが埋まるのよ。それで、そう、辰彦さん、高橋辰彦さんのプロアマートーナメント出てる時の一緒に回った方がそれをやったら、だからみんなでボールどこ行ったのっつってもうね、俺その話大好きで、そう、そうなの、その話聞くたびにめちゃくちゃ笑っちゃうんだけど、そう、そうなっちゃうってこと。そうなっちゃう。そうだから無理に払い打ちだ払い打ちだって言って打つ必要はない。うん、それなりにやっぱりボールって打たなきゃいけないし、ボールの下に必ずどんな番手でもクラブが潜り込まないと上がっていかない。だから払っちゃいけない。結果的に払うためにどうするかだから、打ち込んでいかないと払えないよっていうのがヘアウェイと。そうだから、それは気をつけたいポイントで、俺もめちゃくちゃ気をつけてる。そう、それで打てるようになったんでしょ。それで打てるようになった。ただずっとその苦手な時期があったから、打てるんだけど今でもちょっとは意識しちゃう。打ち込まないと払わないようにって今でも意識はしてる。そうじゃないと払うから、イメージが。そうもうちょんころ出るから。そうあれが出たら本当話にならないから。そうだから本当にそれはないようにするために意識はする。だからね、そういうなんかちょっとした意識っていうのはすごい大事になってくると思います。あとそのボールポジションっていうのはあんまり左に置く必要はないんですよ。ヘッドが真ん中ぐらいに、体の真ん中ぐらいに来てればちょうどいいポジションに置けると思うんで、意外とドライバーに近いからって結構左に置いてて、要はここのポジションが正しいとして左に置くじゃない。したら絶対にまた上がり際に当たるのよ。そうそう。でもしくはそれを抑えに行ったら絶対に突っ込むのよ。そうだからいいことがない。だからちゃんとボールポジションも下に置いてあるんだったら、あまりアイアンと変化をつけない方がいいですよね。だから左に置きすぎないことがポイントになります。それやっていただくと結構ヘアウェイウッドって打てるようになるんで、あとは本当にヘアウェイウッドを苦手クラブにしてる方っていうのは苦手クラブをチョイスしない方がいいです。要はスペックですよね。簡単なスペックにしてあげれば絶対に苦手クラブにならないはずなので、一旦桁違いの優しいクラブを練習として遊びとして打ってみることは大事で、そうするとヘアウェイウッドは本当はこういう球が出るんだって思えるはずなんです。そこから自分のスペックに徐々に近づけてって、これ限界だな、これ以上スペック上げたら絶対に難しいなっていうラインがあるんで、そこまでのクラブをずっと使えばヘアウェイウッドはずっと優しく感じられるようになるので、それはもう絶対ポイント、おすすめですね。それをやっていただきたいと思います。騙されたと思って打ち込んでもらって。そうだね、絶対そっちの方がいい。そうだよね、なんかね、叶わないと当たるイメージないけど、結構それを言ってる方もいるのよ。
いるんだけど、うん、危ない。基本的にはゴルフってなったら上から下から動き、横から横っていうのは俺は綺麗事だと思ってるし、結果論だから最初から横から横にしたら下から上になる、したらもうちょろちょろっていうのが出るんで、それはちょっと怖いですね。やめていただいた方がいいと思いますね。だからヘアウェイウッドもやっぱり難しいクラブなんで、それなりに自分から対応してあげたら優しいクラブにコロッと変化しますので、それをやっていただきたいと思いますね。あとはやっぱり球をなるべく1球でも多く数を打つことが大事、慣れることも大事なので、優しいスペックと多少の練習量の増量ですよね、それをやっていただいた方がいいと思いますね。今回はですね、ヘアウェイウッドについて解説させていただきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。では最後までご視聴ありがとうございました。